どうもこんにちは、カルムコーヒー店主のペイさんと申します。本日のテーマなんですけども、カフェ開業前にやってはいけないことを4つ厳選してお話ししていこうと思います。僕もカフェを開業してこのお店をオープンしてからですね、もう丸2年経ちまして、もう3年目に突入して今営業を続けているんですけども、自分の中で、これは絶対にやってはいけなかったなっていうことをいろんな経験を積んで確信を持てるぐらいになってきたので、今回はそれをこの動画を通してお話ししていこうと思います。で、朝一でね撮影してるんですけど、今日はホンジュラスのコーヒーを入れたので、そちらを飲みながらですね、語っていこうと思います。この動画を見てる方は、新社会人の方とかも結構多くいらっしゃると思うんで、新年度始まったばっかりで、慣れない環境で本当大変だと思うんですけど、そんな時こそ、こうやってコーヒーを飲みながらね、息抜きをしつつ、頑張っていってほしいなと思います。懐かしいな、自分も。今回のお話に関しては、僕のお店と同じぐらいの規模なんで、10坪から広くても15坪ぐらいで、1人で回せる程度のお店をやる方向けの情報なんで、ここはご注意ください。1つ目なんですけども、お店の宣伝はするなっていうことですね。もちろんお店の宣伝をすればするほど集客に効果があるし、インスタグラムとか、インスタグラムの広告とかを使ってどんどん宣伝するっていうのは戦略としてはすごくいいことで、逆にお客様が結構来るようになっちゃうんですよね。それで売上的には全然いいんですけど、オープンしてから最初の1、2ヶ月っていうのはどんなお店であれオープンバブルって言って、お客様が必ずたくさん来ます。それに加えて、今までお世話になった方とか、知人の方、家族の方、ご友人とか、本当にいつも以上にたくさんのお客様が来てくれるんですよね。で、それでプラスで、宣伝をやってしまうと、かなりお客様が殺到するようになっちゃうんで、最初の1、2ヶ月だけですよ。それ以降は暇な時間とかも絶対あるんですけど、最初から全速力でアクセル全開で行ってしまうと、最初の1、2ヶ月なんてはオープンして間もないんで、自分たちもオペレーションにまだ慣れてないんですよ。その期間にお客様が殺到してしまっても、いいサービスは絶対に提供できないし、かなりマイナスイメージになってしまうのかなとは思います。実際にこれ僕その全く逆で、お店の宣伝めっちゃしちゃってたんですよ。しちゃってて、でフォロワーさんもある程度いて、で、よし、絶対これはいけるぞって言って、結果的には売り上げはめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良くて、結果だけ見たら成功って言えるかもしれないんですけど、その代わり、やっぱりお客様が殺到して、かなりの時間お待たせしたりとか、ちょっと提供にミスがあったりとか、っていうこともあったんですよね。で、そこで、もともといてくれたその常連さんとか、開業前から知ってくれてた方とかは今も引き続き来てくれてはいると思うんですけど、多分その頃に来た方ってもうほとんど半分以上はもう多分来なくなってしまったんじゃないかなと思います。それはやっぱりお店側に責任があって、ちゃんとしたサービスとか慣れない状況でお客様が殺到してしまう状況を作ったがために、お客様に満足のいくサービスを提供できなかったっていう、それは自分の問題なので、なんで最初の1、2ヶ月は売上的には厳しいんですけど、徐々に集客をしていって、で口コミとか本当にいいものをちゃんと提供して、でインスタグラムをまめに更新してとか、ちゃんとやることをしっかりやっていればお客様って必ずついてくるし、口コミとか SNS で自然と広まっていくものなので、なんで最初は本当無理して宣伝は絶対にしないこと、これは僕の失敗からも確実に言えることだと思います。2つ目なんですけども、人は絶対に雇うなですね。オープンバブルが終わって1、2ヶ月、3ヶ月目とかになるとだいぶね落ち着くんですよ。1回、試しに入ってみようかなみたいなお客様も、そのぐらいでだいたい来てくれたりとかしてますし、あと知人友人の方とかは最初に来て、そこからやっぱりちょっと期間が空いたりとか、その最初だけっていう場合も当然あるので、
なんでその期間、暇な期間が絶対やってくるわけなんですね。その時にやっぱり人を雇っていると、最初に2人3人とかいて、まあ一番最初の爆発的な売り上げの時に関しては、ああいてよかったなと思うと思うんですけど、そこからですね、そこから暇になった3ヶ月4ヶ月目とかにはもうかなり失速してくるんで、そこで人件費を払い続けていると、もうどん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 ね、減っていくわけですよ。最初に人を雇うっていうのはかなりリスキーなんで、これはね極力避けた方がいいかなと思います。大体10坪程度、まあうちもこのね雑貨のスペースと自分のお店のこのカフェスペースって分かれてるんですけども、自分のお店のスペースだけで言うと多分10坪か10坪ないぐらいのスペースでやってて、かなり小規模なお店で、席は全部で9席から10席ぐらいなんですけども、これだったら多分一人でどんなに混んでもある程度できます。もしそれでなんか体力的にきついなとかなったら、ちょっとね休みを増やしたりとか、あとは時間を、営業時間を少しね減らしたりとかで、全然自分のできる範囲に調整はできるんで、それよりもやっぱり人を雇って人件費を払い続けるっていうことはかなり固定費においてダメージなんですよね。最初に人を雇うっていうのはかなりねいろんなリスクが伴うので、もちろんメリットもたくさんあると思うんですけども、この小規模な個人事業で、ほぼほぼ一人で回せる規模感でお店をやるのであれば、人はね雇わない方が全然いいと僕は思います。3つ目のやってはいけないことなんですけども、こだわりすぎないことですね。これは素材とか、提供するものの素材とか、あとは内装とか、店内で使用するコーヒーミルとか、あとはエスプレッソマシンとか、その辺になるんですけども、そういったものをこだわりすぎないことですね。例えばケーキとかそういうものの素材を、これ使ってますよとかいうのをこだわりすぎると、原価も高くなるし、正直そこの細かい情報って誰も見てないんですよね。だしコーヒーに関しても、例えば浅入り専門店とか深入り専門店とかってなると、最初の入り口としてはかなり狭いと思うんで、そこにね入っていくのってお客様としてはちょっとね難しいじゃないですか。こだわりすぎるがあまり商品とかを限定的にしてしまうと、お客様の層もその限定的になってしまうので、うちのお店の場合はもちろんメインで浅入りを扱ってるんで、シングルオリジンの浅入りのコーヒーは大前提で飲んでほしいと思ってるんですけども、その中でもディカフェ、カフェインレスがあったりとか、ちょっと深めのコーヒーがあったりとか、あとはカフェラテもあるし、甘いデザートもあるしっていう、なるべく幅広い層の方に受け入れてもらいやすいように、なるべく商品のラインナップもコーヒーだけでもいろんな種類を置いたりとか、なんで、自分の中でやっぱりアサリを提供したいとか、そういうこだわりはあるんですけども、一旦そこはちょっとフラットな考えを持って、アサリは提供したいけど、最初に深入りとかカフェラテ飲んでもらって、徐々に、そういう方にもどこかのタイミングで、アサリのコーヒーを飲んでいただけたらいいなっていう、そんな感じで僕はやっているので、最初の受け入れる層のなんかキャパを広くするというか、幅を広い、メニューの幅を持たせるっていうのはすごい大事なことかなと思いました。最後4つ目が、お金を借りないで経営をするっていうことですね。ただ借金を増やしていけばいいとか、そういう話じゃないんですけども、もちろん無茶な借金はしなくて全然いいと思うんですよ。借り入れするときって、事業計画書を綿密に書かないといけないんですね。平日は1日に何人ぐらいお客様が来て、単価はこれぐらいで、土日はこれぐらい来て、それなら何を売っていこうとか、どういうふうに、コーヒーとデザートセットにして売っていくとか、いろんな戦略がそこから考えられるわけ で、その事業計画書をびっちり書かなきゃいけないんですよね。書いて提出して、でじゃあ借り入れ OK ですよってなったら、もうその時点で結構リアルな数字が立てれるっていうことじゃないですか。なんでこれから経営をしていくにあたっての、まず一つ自信にもつながりますし、やっぱり信用できない人にはお金って貸さないんですよ。事業計画がしっかり書けてなかったりした場合は、あと無茶な借り入れ、現実的ではない借り入れの場合は、よっぽどのことがない限り普通は貸さないんですね。なんでそれをクリアして、貸してもらえるっていう時点で、その計画は結構現実的っていう証拠でもあるんで、自分の今後の自信にもつながりますし、そういった意味でも
まあ、その事業計画をしっかり立てるっていう意味でもお金を借り入れするっていうのは一つ大事なことだなと思いました。というわけで今回お話しした4つですね、まあ、厳選してカフェ開業前にやってはいけないことっていうのをお話ししました。まあ、これらを全部、まあ、絶対にやるなとは言わないです。ただ僕のこの開業してから2年の間での経験上、これは開業前に絶対にやってはいけないなと思ったこと、絶対にですよ。僕結構やんわりと、でもいろんなこうやり方があるんでとか、他の方の意見も尊重するタイプなんですけど、この4つに関しては絶対にやってはいけないなと思いました。もし今後個人でやりたいとかいう方には少しでも参考になればいいなと思って動画を撮っております。はい、そんな感じですね。またこうやってカフェの経営のこととか、あとはカフェの実際の営業の様子とか、いろいろカフェ関連の動画を撮っていきますので、カルムコーヒーを今後もチェックしてほしいです。よかったら評価をしていただいて、あとはチャンネル登録もしていただけると励みになります。今年できれば3000人とかいったらいいなと思ってて、もうちょっとこのチャンネルの規模もね、大きくしていきたいと思ってます。で、3000人いったらちょいちょい今の時点でも ありがたいことにね、いろんな企業様から案件とかいただいてるんですけど、まあ、本当にいいなという、案件に出会ったらそういったものも紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、では本日は以上ですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。